さあその両雄の一戦もまもなく残り時間10分で決着する形になります。果たしてこの試合を終えまして次のステージを手に入れるのはどちらのチームとなるでしょうか。さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。磯のスーパースターズ相手陣29ヤードからサーダウン9失礼サーダウン8に訂正します。パス不成功クォーターバック7番ここでプレーアクションからワイドレシーバー17番にパスを投じましたがこのパスタイミング合わずかパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。磯のスーパースターズフォースダウン8プレーを選択します。フォースダウンギャンブルこの8ヤード獲得ならないと攻撃権失います。さあどのようなワンプレーを持ってくるか。パスは通っている。さあしかしこれはどこまで獲得した形になったか。わずかに攻撃権更新至っておりません。パスを取って膝をついた時点がトータルの10ヤードに達しておりませんでした。従いまして4回目の攻撃失敗という形になり攻撃は代わりテイクオーバー攻守交代となって愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。レシーバー17番見事対応し何とかキャッチしましたがそのパスコースの乱れをカバーする際に膝をついてしまいました。しかしこの部分はパスプレーの非常に難しいそのワンシーンを示したワンプレーでもありました。さあ攻撃を結果取り返した愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10これは磯野がしております。まず45番の突進にアクセントランを中央に投じましたがこれを磯野99番見事な対応で1ヤードから2ヤードロスに変えています。素晴らしい対応したのは磯野スーパーサーズ99番竹内岐阜大学出身。愛知ゴールデンウィングス自陣20ヤードからセカンドアンドエル。パス成功ファーサークォーターバック6番左に展開したワイドレシーバー18番にパス。18番相手タックル迫りながらこれをキャッチしセカンドフォードで攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファーサー見事なキャッチを決めましたが愛知ゴールデンウィングス18番の上田岡山大学出身のプレイヤーです。ランニングバックにピッチしまして左オープンを使わせます。35番アイルタックル迫りましたがこれを振りほどきまして約3ヤードのゲインに変えています。キャリア35番は水野でした。日本福祉大学出身。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン7ボールオンは自陣34ヤードさあここでイエローフラッグが投じられております。先ほどのプレークォーターバック6番のオプションキープでしたがこのイエローフラッグ反則は果たしてどちらのチームにやったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。
従いまして10ヤードでバッターを受けましてセカンドダウンやり直しとなります。従いまして愛知は大きく下がり自陣25ヤードからセカンドダウン17の状況で試合再開となります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン17。パスによる状況打開を図りましたが、これを見計らって愛知、失礼しました、磯野の99番ブリッジしまして9名サーク見事に仕留め、さらなるロスを割っております。見事9名サーク決めましたのは磯野のスーパースターズ99番の竹内、岐阜大学出身。愛知ゴールデンウィングスサーダウン24の状況に変わっています。さらにいきます、キュービーサー。ここでクォーターバック下がりましてパスを投じようとしましたが、再び99番がラッシュ、これをかわしなんとか回避したかったところですが、これも磯野24番に仕留めまして9位サー、パスを投じる前に仕留めフォースダウンに変えます。素晴らしいプレッシャーが99番竹内、仕留めましたのは26番佐藤でした。中京大学出身。愛知ゴールデンウィングス、ゴールデンウィングスフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。さあパックロビッター、さあこの判定は、さあ審判団協議いたします。プレーはエンドゾーンの中で止まりました。この時に果たしてどちらのチームが抑えていたかの判定になります。ボールはエンドゾーン手前で止まった格好になりました。そのボールは磯のスーパースターズが抑えていたので、磯の相手陣2ヤードからの攻撃と変わります。エンドゾーンの中で転がっていたかに見えましたが、最終的に確保したのはエンドゾーンの外でした。しかしその抑えました磯の側、結果的には愛知は4回目の攻撃失敗という形でしたので、この位置で攻守交代となりまして、磯のスーパースターズ相手陣2ヤードからの攻撃に入ります。さあ絶好の機会を取りました磯のスーパースターズ、相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ中央いった、クォーターバック18番キュービースリンクでエンドゾーン目指しました。しかしギリギリのところ愛知踏みとどめております。セカンドダウンに変わります。愛知も簡単には譲りません。さあ残り1ヤードといったところでしょうか。磯のスーパースターズセカンドダウン2ゴール、残り1ヤード。さあ、キュービーいった。
タッチアップ。ここで磯野、再びクォーターバック18番が9匹密集点に飛び込みまして、今度はエンドゾーンになだれ込んでタッチアップ。磯野スーパーサーズ、クォーターバック18番田中の QB ランによってタッチアップを挙げまして、6点追加となっています。そしてトライフォーポイントに入ります。このトライフォーポイントのキックは失敗となりまして、6点止まりとなっています。この結果スコアは磯野のスーパースターズ13点、愛知ゴールデンウィングス6点、その差はしかしワンタッチダウンリードという形に変わりまして、この状況が変わっております。さあ、互いに攻守素晴らしい奮闘ぶりを見せまして、キックを続いておりましたが、この一瞬の隙をつきまして、磯野スーパースターズがエースクォーターバック田中のランによりましてタッチダウンを上げ、その差を広げる形に成功しています。その得点を上げました磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。さあ、愛知ゴールデンウィングスはここでのリターンで突破口を見出したいといったところですが、果たしてこのキックオフシーンどのように変わるでしょうか。さあ、愛知リターンに入ります。オープン展開を考えまして、愛知陣25ヤード付近での攻撃位置を得ます。攻撃位置を得ます。さあ、攻撃権は愛知ゴールデンウィングスとなっております。愛知としてはこの残り時間を使いましてタッチダウンを上げ同点としたいところです。大石様、磯野スーパースターズ、この試合に関して言いますと本来のスターターの選手があまり出ておりませんので、これもチームとしての何らかの意図があるかと思います。パス成功。クォーターバック左に展開したワイドレシーバー86番にパス、これは86番フリウキ様にキャッチしまして約6ヤードのゲインを確保しています。見事なキャッチを披露したは愛知ゴールデンウィングス86番の山田でした。滋賀大学出身、まさにこの地元滋賀に拠点あります滋賀大学グラディエーターの OB のプレーヤー活躍しています。パスの不成功。ナイスパスカット。ここでクォーターバック6番トリアクションからパスを投じましたが、このパスを磯野見事に43番がパスリフレクトしましてパス不成功に変えています。素晴らしいチャージをかけこのパスを接種しましたが、43番の西脇でした。岐阜大学出身、愛知ゴールデンウィングスサーダウン4。攻撃権更新、ファースター。ここでクォーターバック6番右に広がっていった18番にパス、18番これをディフェンスカバーありながらキャッチしまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースター。素晴らしいキャッチしましたのは愛知ゴールデンウィングス18番上田、岡山大学出身。さあ、攻撃権継続になりました愛知ゴールデンウィングスファースターアンテン。ここでパスを投じようと構えたその一瞬の隙をつきまして、磯野スーパースターズ72番がキュービーサック、2ヤードロスに変えています。素晴らしいスピーディーなキュービーサックでした。72番、山口、岐阜大学出身。
ゴールデンウィークスセカンドダウン12。パス不成功。クォーターバック6番プレッシャーを感じず右に流れてターゲットを見つけてパスを投じましたが、わずかにパスショートしましてサードダウンに変わります。ここで負傷者発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。アヤ・エドバースさんのメッセージありがとうございます。あ、琉球ガーディアンライズの選手がこちらの方に来られて愛知で参加されてるんですね。琉球ガーディアンライオンズ、こちらの方も X リーグに参戦している沖縄のチームです。おそらく仕事の転勤等で移られたかと思いますが、先にしてそのステージ一つ上の X に挑戦するということは非常に嬉しく思います。愛知ゴールデンウィングス74番の山田選手ですね、こちらの方の活躍にも注目したいところです。さあ試合再開となります。愛知ゴールデンウィングスサーダン12。さあパスはどうか、パス不成功の判定です。パス不成功。ここでワイドレシーバー6番でしょうか、パスを0番にパスを投じましたがディフェンスのカバーありましてパス不成功となっています。フォースダウンに変わります。さあフォースダウン12の状況ですが、試合時間残り2分31秒どのような判断を下すでしょうか。プレーするフォーメーションを取りました。フォースダウンギャンブル、ジュニアの突破、このワンプレーにかけます。パスを取った、しかしディフェンスショット、ここで18番に短いパスを通し、そこからキャッチアンドランを図らんとしましたが、ここに磯野の凄まじい勢いでディフェンス陣殺到し、このプレーをここで止めました。結果的に4回での攻撃権更新ならず、攻守交代となりまして攻撃権がテイクオーバー、磯野のスーパースターズに変わります。磯野のスーパースターズ相手陣40ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。磯野スーパースターズ交代違反がありました。オフェンスでフィールドの中に12人いた模様です。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。5ヤード抜退しましてファーストダウンのやり直しとなります。磯野スーパースターズファーストダウン15、ボールオンは相手陣45ヤード。さあ中央へのランプレーを投入します。何学校24番ハンドを託されまして、中央密集点に飛び込みまして1ヤードのゲインと変えています。スーパースターズ24番は長谷川、名古屋商科大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズセカンドダウン14。ナイスラン、クォーターバック18番ハンドオフオプションから自らキープ、相手ディフェンスをすり抜け10ヤード以上のゲインを奪っています。ここはさすがエースクォーターバック田中、素晴らしいランで状況の打開を図っております。しかし磯野サードダウンとなっています。磯野サードダウン3。さあ中央のランプレー、攻撃権更新、ファースター。
磯野スーパーサーズ本場ランニング枠24番に立ちまして攻撃権更新です。磯野スーパーサーズパスター見事攻撃権更新を果たしたのは22番の今井、金沢大学出身。さあ攻撃権更新になりまして磯野スーパーサーズ相手陣28ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーランニーバックにハンドオフしまして中央密集点突破を図りましたがここでイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどのディフェンス、レイトフット、アンネセサリーラフェス、不必要な遅延、プレー終了後のヒットがありました。この反則は非常に重大な反則として扱われます。反則、15ヤードのバッタリですが、残り距離、その倍掛けであります30ヤードがありません。従いまして、残り距離の半分の距離のバッタリとなりまして、自動的に攻撃権は更新され、ファーストダウンとなります。従いまして磯野スーパーサーズ相手陣12ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー。さあ密集点をランニングバック中4番につかせました。オフェンスラインマンのフォローもありまして約4ヤードのゲインとなっています。イタリア24番は長谷川です。名古屋商科大学出身。ここで磯野スーパースターズが後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り2秒の状況で止まっております。そのままですと試合の時間は消化されまして試合終了というところですが残り2秒、もうワンプレーの挑戦をしたいというところでタイムアウトを取りました。試合再開です。磯野スーパーサーズセカンドダウン6。さあ残り2秒タッチダウンを狙います。クォーターバック7番パスを投じようとしましたがここは愛知意地のプレッシャーをかけましてこのプレーを潰しましてここで試合終了となりました。試合終了となりまして磯野スーパースターズ13点、愛知ゴールデンウィングス6点で磯野スーパースターズの勝利。磯野スーパースターズジュニアトーナメント3回戦進出となりました。ゴールデンウィングス残念ながら敗戦という形になりましたがしかし X2 にふさわしい素晴らしい戦いぶりが、見受けられました。この秋のシーズンの奮闘に期待できる素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。
節6月2日にゴールデンファイターズの一戦となります。双方ともナイスゲームでした。共に今季開幕戦という形で、非常に難しい戦いぶり、そして新しい人材、そして新戦力が果たして使えるかどうかといったその試金石で待った一戦だと思われます。その中において総合の攻守、素晴らしい顕著なプレーが見受けられました。また本来のスターター候補プレーヤー以外にもその脇に構える選手たちの活躍も非常に、今週を面白いシーズンになると期待させるその一戦であったと思います。両チームの素晴らしい戦いを見せていただきました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、失礼しました、その戦友は別の競技を愛しながらそこで評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と目的のために犯罪するはいとわぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーを持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの試合の先にある新たなステージを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わりにさせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。様々な方々のご協賛およびご許可ありがとうございます。その配信本日実施いたしましたのは私道楽屋理社でした。それでは機会また許されるときにお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。